原監督、岡田監督に完全にマウントを取られてしまう。岡田、もう少しライバルであってほしかったよ。岡田、原はずっと何やってんのって思っとった。中島中田いるのに、さらにちょいの松田、ベテランバッカー集めて勝てるわけないやんか。最後の最後で逆転されてしまって悲しいな。岡田ってオリックス時代も巨人戦強かったよな。引き際の大切さを教えてしまった。むしろもともとわらが補強戦力の厚さでマウント取ってただけだし、原は実績も人気も岡田には勝てんからライバルですらないやろ。大学から現役にかけての女性ファンの多さは原の圧勝ちゃう。強奪してそいつらで無双してただけやろ。強奪できなくなった巨が勝てるわけないやん。 W そうやって笑ってられるのも今のうちや。まるで現監督が眼中にないみたいな言い方やな。岡田はラオチアイは実際いい勝負をして一時代を築いていた。岡田が時代に適応できていただけの話。確かに岡田が監督してる時の対巨人成績良かったな。岡田が負け越したのって2008年くらいやろ。ご視聴ありがとうございました。